なんか最近寂しいな。はあ、持て余してる体を。パイセン、どうしたんすか？ココさん、ココさん、言ってください。最近なんだか寂しくって、刺激がないっていうか、なんていうか、はあ、刺激、なんだか落ち込んでおりますね。ココさんね、一緒に寝ませんか？一緒に、一緒にね、一緒にね、スリ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 、ちょっと、待ってください。マネパイセン、まあね、こんな状態になってしまったということは、マネパイセン、よろしくないですね。こんなマリンパイセンに実はおすすめの商品があるんですよ。おすすめの商品？はい。何ですか？ちょっとね、マリンパイセン、こちらを見ていただきたいんですよ。え？実はですね、マリンパイセン、どうしたんすか？見せないでくださいよ。いや、そんなわいせつな、やめてください。わいせつなものじゃないですよ、マリンパイセン。聞いてくださいよ、こちらですね。はい。なんと、まあ見た目ははめるタイプの朝ココなんですが、実はこちら、抱き枕タイプとなっております。抱き枕、どうぞ。あ、ほんとだ、癒される。ふかふかだ、スリ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 。このね、ふかふかのモフモフの尻尾、この大きさ、抱くのにちょうどいいサイズ、素晴らしい質感、いいです。抱っこして、な、寂しい気持ちが癒される。これを毎日抱っこして過ごしちゃおうかな。こちら、おいくらなんですか？こちらですね、なんと5000円にて本日発売開始。5000円か、抱き枕で5000円か。お悩みですか？あら、マリパス、これで寂しさが紛れたように見えたのですけど。まあ確かにそうなんですけど、まあなんかでも結局ぬいぐるみだし、なんか虚しいっていうか、でも、マリパス、はい、そんな不満が出ると思ってたんですよ。実はですね、そんな方のために、はい、なんとなんとなんと、なんとこちら、ただの抱き枕ではないんです。この先端を見てください。なんか、卑猥な、なんか、まあ卑猥なものではないんですけど、はいはいはい、こちらの先端をですね、はい、もちろんはめることもできるんですね。はめる、いやー、マリンパイセン、ちょっと試してみたらどうですか？だ、そんな、だってなんかネズミ会社みたいについてますよ。これ抜けなくなっちゃうやつじゃないですか？あ、まあ、これは、まあ、抜けにくいようにね、抜きたくない人たちのためにね、抜けにくいようにするだけなんで、いや、まあ、望まれて作ったものなんでね、仕方ないです。はい、こういうわけでね、ちょっと怖い、怖いのに、怖いのに、なんで怖いのに、どうして、なんで怖いのに、マリンパイセン、いやだ、怖いよ。人間として大きくなりましょうよ。あ、ちょっとずれてるんで、ちょっとね、ちょっとずれてるんで、ちょっと立て直します。